結局ジェリコっていうのが何なのかもわからない。無茶しよんな。開けよ。なんや、仲ええやつもおるんやな。情報掴んだって何のことかと思ったら競馬の話か。和解するためには車の中に入って中から美味しいご飯を提供する。あ、でも入られへん。だろうな。分かった、乗るよ。よし、来た。今のやつ右手どうなってる。後悔させねえって。T.M. レボリューションみたいなと右手だけ。たく何なんだ。人の言うこと聞きやしね。金魚の糞みてえに檻についてくんな。じゃあ金魚が肛門締めとったらええんちゃいますか。謝ろ。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ゴマスリ謝罪プログラムまでついてんのかよ。最近のサイバーライフってのは気が利くね。お待ちの。スキャン。そうだ、この一瞬で、この一瞬で全てを。うわ、中の具材まで全部。1680キロカロリー。嘘、1680キロカロリー。ハンバーガー1個で。え、嘘、びっくりドンキーの飯ぐらいあるやん。衛生規定の違反。え、やばくない。これは、あ、こいつのデータの顔若いな。更新しろよ。ああ、ありがとうよ、腹ペコだ、うん、そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな、俺にべったりなんだ。俺も勝ったりできへんのかな。アイスホッケーや。アイスホッケーっていうか、向こうじゃホッケーとだけ言うんやったっけ。食習慣、ギャンブル、これする。いや、そんなん言ってへんから、召し上がれにしとこ。どうぞごゆっくり。どうね。ギャンブル、ギャンブルの話をしてみようかな。ペドロって男はあなたを違法賭博に誘っていた。そうですか。ああ、かけたんですか。ああ。普通に言うてる。普通に言うてるわ。法則の話しようか。今朝変異体を追っていた時、犯罪歴なし、なぜ渡るなと言ったんですか。そりゃ死んじまうからだろ。おい、備品破損の報告書を書くのはごめんだからな。変異体の話。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。わかる言葉で言ってくれ。わかるやろ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。タンクとアンドロイドっていうのがな、どうしようかなってとこやな。コナーについて。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。
なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。いや失敗だな。ハンクとアンドロイド、まあ聞いてみるか。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです。いろいろ訳ありでね。前も変異体の操作を。あれ、数ヶ月前ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。ジェリコへようこそって言ったやつ、あいつちゃうんか。少女を私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。嘘ついてみようかな。私の任務は事件の捜査ですよ。他のことには興味ありません。あ、下がった。今新しい事件の下がってもた。ハン君にはもう正直に言っていいかもな。見に行きませんか。こいつアホじゃないと思う。それではごゆっくり。私は車で待っています。バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。で、男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただLED を帽子で隠し、え、鳩の羽した男の目撃情報があります。あったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか。うん。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。そうです。へえ、便利やな。便利なもんだ。ノックしていいですか。今のカメラワークやったらもう手前の壁突き破って大男が出てくるんかと思うやん。すみません、開けろ。デトロイト死刑だ。あら、下がってろ。はい。こまめにスキャンしよう。こいつに危険があってはいかん。おお。そんなんなんだこりゃ。なんじゃこりゃ。なにこれ。おるか容疑者。ああ、たくひでえ匂いだ畜生。偽造。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。一瞬で確認できるんやな。ミリタリージャケット。RT、イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル？幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか？滝蓮太郎 RA9。 これはどういう意味だ？ RA92471 箇所も壁に書かれています。数えんの早っ。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。
んなんやろな。上から逃げたんか。ミッドナイトムード。ただの黒色のことをミッドナイトムードって言うて売ってる。未来はおしゃれやな。最近倒された。なるほどね。椅子に乗ってまで書いてたんや。こけてる。こけてるやん。逃げていった。あ、さっきのノックで、ノック聞いてか。ずーっと書いてたけど、あげろデトロイト死刑だ、ってなったんや。ティッティッティリリリリティリリリリティッツテテ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 。あー、ここ好き。このポーズ好き。ここめっちゃ好き。アンドロイド楽しいな。何これ。息が詰まるぜ。何でも舐める。あ、でもブルーブラッド。あ、シンクに LED が外してる。やっぱりな。そりゃそうだろ。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。すごいな、すごいな。ハト冷やしてる？食事をとってない。野生動物に興味。すごいな、この地面の白いの。勘弁してくれ。全部羽と糞ってことやんな。なんやこれ、何のポスターや。え、待って待って、都市農園。最近剥がされた。なるほど。剥がしてみるか。おお、なんや。紙の本ね。なんやこれ。これ以外にもこんなの持ってるやつがいたとはな。迷路。電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げねえ。それにページも色褪せないだろ。お前なんかあったか。なんか、ええ、多分。ごめんなさいね、なんかノートのようです。無視しちゃいました。あ、ただ判読できない。うわあ、もう冗談だろ。そりゃそうやろ。そうじゃないとこんなに集まらんやろ。カゴいらんやろ。この部屋丸々鳥カゴやろ。一かき傷。指紋か。でもノーデータ。
ちたんや。なんでや。あ走っていって落としたんや。ん？おう。侵入に気づいて、あ、壁にさっきの本に書かれてたやつが、おお。めっちゃええ動きすんなこいつ。スピードスケートの選手みたい。でもめちゃめちゃ慌ててるな。あんまりスマートじゃないよな。パワフルではあるけど。見つけなあかんか。こっから上見た場合とかもなんかあるかなと思ったけど、違ったな。なるべくこう波動をいっぱい飛ばしてから。こうすごいな。よし上行きますよ。うおお、向こうから来た。だが本当にムカつく波動だぜ。何ボケっとしてる奴を追え。よしよいしょ。おお。あ、こっから移動か。うお。なんてスキャン。楽だが時間がかかる、速いがリスクが高い。こっちや。スキャン。うん。速いがリスクが高い。よいしょ。ダイレクトだが混み合っている。危ない。よいしょ。難易度カジュアルやから大丈夫。よしよし。何？どこ？おるおる。え、これな、これ何？これ何？うわあ、くそ。どうする？スキャン。早いがリスクが高い。よし。こうやな、まっすぐやな。よし。よし。こんだけ早いルートを選んでんのに。あっぶねえ。よし、それでもこんな追いつかへんか。冗談きついぜ。よいしょ。どのルートでも追いつけへんのちゃうかとさえ思うな。よいしょ。まあ、丸か×しか押さんでええから。ダイレクトだが混み合っている。おお、かっこええ。よいしょ。かっこええ。よいしょ、どいてどいて。ああ、茂みディフェンス。え、大丈夫これ、合ってる？おお、うわ、ちょっと待って、それはが、あー、ハンク救います。くそ、あー、ちくしょう、もう少しで、くそ、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。まあいい、顔は分かった、
見つかるさ。はあ、いや、変異体は捕まえられんかった。でも、おい、こら、もっとええもんを手に入れたかもしれん。なんでもない、はあ、お前の笑顔じゃ。ルパートに逃げられた。そんな名前やったんや。ふぅ、これもまた分岐多かったな。助けんかったらもしかしたら捕まえられたんかな。いやいやいや、あ、友情、まだ友情か。結構下がってるもんな。アンクはなかなか難しい。攻略のしがいがあるわ、アンクは。よし、行こう。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ。サイモンだ。ノースよ。ん？とりあえずジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ。ノースちょっとエロない？自由？生き延びるために隠れる、それが自由だっていうのか。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。ノースの父について教えて。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。俺たちが自由に暮らせる。そうか、成人用アンドロイドか。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。率直な意見。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。そうか、食事を取る必要もないから。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。隠れ続けることは問題じゃないんか。ルーシーを探す。探す、見るもんいっぱいあるな。ようこす。とりあえず、全部のドラム缶で火を起こしたら隠された扉が開くはずや。ティリリリリリリリ。ヒアが欲しいな、ヒアが。怖っ。人間は死ぬことを怖がっている。いや、怖い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 。おたまじゃくしやん。死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あ、そうなん？あなたの名前は？マーカス。死ぬときは死ぬんか。会えてよかったわ、マーカス。わあ、すごい表情が。
表情がなくなった。もうだから眉毛とか髪の毛をその表示する力も残ってなかったんやな。あんまり関心ないの？今一人死んだぞ。あれ、これ足のパーツかな。これがお前らの言う自由か。結局最終的にただのマネキンやないか、これやったら。子供のアンドロイドなんかおるんか。いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。うわ、何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。なんじゃそれ。よし、なんでこんな勝手に火つけて回ってんのか分からへんけど、自由、自由って言ってたから。箱にはもう何も入っていない。これ重機が入ってたかな。サイバーライフ社。どうなってんの。立ったまま寝てる。よし、おった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 、ノースノースについて教えて。ここに来る前はどんな仕事。余計なお世話。めっ激怒嘘知ってて聞くんじゃなかったな。いつからここに。4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね、ジェリコに来るのが一番かなって。完璧に同じ力でボールを投げ続けてるんやな。一体誰がここ。今じゃ誰も知らない。誰であれこの船のどこかに眠ってるんじゃない。アンドロイドやから。安らぎが欲しいならよそに行けば。違和感ないんやな。あ、もう話終わった。ちょっと仲良くなあ、仲良くしようや。激怒されてもった。ノースくん、そんなに怒らんでもええやねん。うわあ、こいつも死にかけやん。僕ひどい状態だろ。うん。診断プログラムももう動かない。
動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ。シャットダウンするのは、いや、死にたくない。とても自由やとは思えへん、この状況が。まだつけ忘れてたやつあるわ。あ、ちゃうわ、俺つかへんやつや。あれどこや。ここの右行ってないな。怖い。あなたがルーシー。いやもう絶対怖い。座って。どうなってんのそれ。見せて。何をめくる？おお。止めてあげましょう。おお。自分の頭なんとかしようと思わへんの？あ、でもなんかいろいろ持ってるな。飲んで。口から補給してええんや。いただきます。まつげどうなってんの？なんか怖いわ。全体的に怖いわ。髪の毛一本もないのにまつげすごいやん。手を出して。いやもう怖いわ。でももう出さなしゃあないわ。はい。怖い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 。すべて持ち。頭からすべて失い、うなぎがいっぱい出てる。その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。何何？結局どちらともつかへんことだけ言われた。でも私たちの運命はあなたの手の中に。頭のこと説明してくれへんのかな。サイモンに計画を提案する。その前にちょっとあいつにもう一回話しに行こう。ルーシーに会ったんやけどさ、頭、あれみんな何も言うてへんの？全然話しかけられへん。はぁ、計画。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ？ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろう。かも。うわ。でも何もしないよりはマシだろう。
やりましょう。ノース。試す価値はある。やりましょうって、ノース。二人で。わかった。やろう。なんとかノースも中立になったわ。激怒って言ってたからな。どうなることかと思ったけど。何もせずにただ死ぬのを待ってたジェリコの連中を見て、それぐらいなら行動を起こそうぜと、マーカスが声を上げたんや。へえ。どうなるんかな。毎回この画面でどうなるんかなって言うてる。